お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、久々に1コス4枚シリーズね、やっていきたいなと思います。というわけで、今日はね、ペッカバルーンの1コス4枚をね、やっていこうかなと思います。今までは、まあ、ホグとか、まあ、オールブレイカー、まあ、ロイジアイとか、まあ、いろいろやってきましたけど、今回はね、合体技でございます。まあ、ペッカでも攻めれるし、まあ、バルーンでもね、攻めれる。そして、まあ、ペッカプラスバルーンの形も、まあ、もちろんね、強いよと、まあ、いうところで、こう、合体技はね、多分最強っていうね、で多分有名だと思いますので、まあ、ガンダムとか、エヴァとか、合体技ね、しとけばいいみたいな、僕本当に全くわかんないんで、ごめんなさい、好きな人とか。マジでごめんなさい、別にディスってるわけでもないです。なので、まあ、とりあえずね、クララでもね、合体技は強いよっていうところで、今日はね、やっていきます。はい。で、とりあえずね、やっていくんですけど、この1コスが4枚もいるのにもかかわらず、あ、待って、これ、あれだ。おぉ、めっちゃいいスケルトン。1コス4枚入れるにかかわらず平均コストがね3近いっていう、うん、重すぎるデッキではあるんですけど、まあ別にペッカ出してもバルーン出しても4枚ね、てかまあ1コス4枚ですね、まあ4コスト使えばもう1回そのユニットを出せるっていう、まあいわゆるチート技をね、使えるので、このねなんか1コス4枚シリーズ気持ちねネタで始めたのにもかかわらず、なんならそこら辺のデッキよりも強いっていうのがね、面白いとこです、個人的に。さあ、で今みたいにかな感じで相手の、まあ、マスケとか、まあ、ウィザードだったりだとか、わめっちゃうまいじゃん。あとはなんだろうね、まあ、バルーン、バルーン違います、全然違う、まあ、マスケ、ウィザード、まあ、ネクロとか、まあ、遠距離ユニットですね、遠距離の陸は積極的に攻めトルネードで謎になんか言えなかった、攻めトルネードで吸ってあげると、相手はね、ペッカ受けですね。ペッカが止まんないっていう事態に陥ります。なので、このマスケとかね、積極的に攻めトルネードで、あと、コウモリぐらいもね、回ってきそうなので、常に、ね、コウモリ警戒。まあ、適当に飛ばしとくだけでコウモリ警戒になるんですけど、このウォルベが釣り合えて極めてますね。異常に。そう、こう、積極的にね、攻めトルネードしていければ、ペッカが刺さると。で、相手が、その、まあ、ペッカ受けにね、コストを割かないといけなくて、めっちゃコストを使ったら、バルーンも刺さるよね、と。まあ、なんなら、バルーン飛ばして、対空使わせて、あ、これね、あれなんですよ。逆サイメガナイト僕に効かないんですよ。なぜなら、1コス最強説があって、この1コスだけで、こっち側に来ちゃうんですよ。事件なんですよね。そしたら、僕も困るんですけど、2周目が来るんですよ。で、なんならこれ、待って、これで、あ、待って、ちょっと遅かったかも。あ、待って、あれ？ウォルブレイか。まあ。そういうこともありますね。で、僕、マスケットを処理したいんで、ベビドロとかも何もつけずに、こう攻めトルネードで吸っちゃいます。で、多分、コウモリもね、来るんで、あ、違った。いや、多分、ベビドロとか、バルーンとかもっと飛ばせばね、勝てるんですよ。全然勝てるんですけど、この謎にね、バルーンじゃなくて、ペッカを通したいっていう謎の欲がね、変な欲が出てるって、今。まあこんな感じでね、さてはバルーンなくても全然ね勝てましたね。次回やろうかな、1コス4枚シリーズペッカ編ってことで、もうペッカだけで攻める、いや順番違ったな、それだったら先にペッカだけやってね、合体技後からやればよかったねっていう話なんですけど、まあなんか今みたいなね攻めもあるよっていう、まあ一つのねパターンとして覚えてもらえればいいかなと思います。もっともっとこう後ろにバルーンつけるだけでポキって倒れたと思うんですけど、まあいろんなね攻め方ができるのがこういうね、まあ、合体技デッキの強みかなと思います。で絶望的なのがもしかしたら可能性があるんですけど、今回、まあ、クロスボウだったりだとか、なんかこう施設プラス、まあ、トルネとか施設デッキのなんか防衛が固いデッキですね、なんかそういうデッキが来られると、なんか僕のこのデッキも突破に限界がありますので、なかなかね、苦しい思いをすることになりますが、まあでも可能性しかないんでね、まあなんか後ろバルーンして、1コス4枚回して、もう1回バルーンで、なんか無理やり突破するとか、まあ、戦い方がね、本当に無限なので、頑張れればいいかなと思うんですが、多分相手もね、あ、こいつ遊んでんなって。まあ、穴がち間違ってないんですけど、いやこのたまたま危ねえ
だからこう4コスユニットを割いた瞬間にクロスをね、うまい人たちはすぐ立ててくるんですけど、そこはちょっとうまいですね。嫌ですよね。うん、で、僕としてはもう大ピンチっていうね。なんなら大ピンチなんですけど、一旦ね、壊しに行きます。で、もしかしたらファイブかもしれないんですけど、まあ、回復してもらって、気持ちね。まあ、800ぐらい、800、900ぐらいのダメージなら、全然ね、全然あるとは思いますね。一旦耐えたいですね。ここ本当に、もう一回クロス待ってくれたら。テスラがね、非常に厄介なんですよ。テスラがね、まあでも、頑張ります。頑張ります。いや、これペック出しちゃおう。で、逆サイ来たら、まあ5コス溜まったバルーンで壊すとか、まあまあ、イモってくれるのは、イモってくれるのでいいかな。まあ無理やり、バルーン回す説もありますけどね。とりあえず1周目バルーンですね。1周目バルーンからの、まあ2周目のバルーンですかね。もうファイボでね、壊してくるよと。で、あのアーチャーは厄介なので、先に処理しちゃいますね。あれ？これでもさ、相手結構きつくないですか？謎に。で、いや、もう一回な、ケツバルーンとかしちゃおうかな。いや、ケツバルーンして、8枚ペッカか、オッケーオッケー。これは、こっちに8枚ペッカしちゃっていいな。一旦耐えて、いや、全然ありますけどね、これ。いや、そこの位置は、こいつで普通美味しくいただける。オッケーオッケーオッケー。あれ？相手忘れてない？まだファイボでね、バルーンって防衛されるんですけど、いや、いい。これ右のバルーン一発入るのと、多分左はファイボが一旦来るんですけど、どっかのタイミングでファイボ以外の、まあ、アーチャーだったりなんか来るんですよ。オッケーオッケーオッケー。なので、いや、回復しろ。いや、でかい。でかい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 。いや、これはでかいで、僕はまあ、あとはペッカを出したらダメですね。こうなったら後ろバルーンはいいんですけど、てかまあ適当にね、バルーンは軽いんで、いや、軽くはねえのかな。どうなんだろう。バルーンは適当に飛ばしていいですね。いや、これベビドラでルート強制してあそこのクロスに行かないっていう。いや、違う。もともと行かないかな。オッケーオッケーオッケー。高回転でとりあえずバルーン、あれ落ちた。グッドゲーム。よし。これはね、こう、まあ、クロスですね。クロスっていうかまあ、防衛が課題デッキは本当に大変になってきますね。まあ、なんですけど、まあ、戦い方がね、多分1戦目とは全然こう違ったと思うんですけど、まあ、そういうね、ちょっといろんなね、攻め方で、やれればいいかなと思います。さあ、よろしく。というわけで、まあ、前半ですね。前半になんかこう、事故るとワンパンされちゃいますね。で、まあ、スペルがね、今回っていうか、まあ、普通にこういう1コス4枚けど、スペルが入ってこれない、入ってこないというか、あんま採用できないんですけど、このヒースピとか LSP、ISP で、まあ、いわゆる、まあ、ザップだったり、まあ、なんか LSP でね、このリセットがあるんですよ。ISP もですけど。なので、まあ、ザップみたいなもんですよね。まあ、ザップが僕は2枚持ってるし、まあ、あとはこう、LSP はスケラ受けが優秀ですね。まあ、ヒースピ、ISP、まあ、どれもなんですけど、スケラをこう、地味に受けれると、まあ、いうところでは、ウッドを持ってるようなもんですし、で、スケは、わかんないな。まあ、なんか、そんな感じでね、このスピ3枚がいることによって、意外とね、スペルがなくても戦えるっていうのが、まあ、強みでございますね。相手のデッキわかんないんで、本当はダメですよ。本当はダメですけど、バルーン飛ばします。よし。まあでもこれでコストほぼトントンなんでね。しかも爆破でザッピーやれるんで、気持ちね。で、あれでザッピーってことは、まあ、親衛隊ババコヤのロイホグだったり、まあ、最近だとすごい、キョスケロイジャイ？キョスケロイジャイ、ザッピー、クエイクデッキもね、すごい流行ってるんですけども。まあ、今回は、相手は、そうですね。さっき言った、ババコが死にたいですね。で、個人的にホバとかがね、すごい厄介なので、もうちょっちゃね、すぐ攻め取るね、をしていきますね、僕は。で、相手さん、あれなんですよ、今、両方使ったんですよね。ホバと、あれ？ホバとザッピーだっけ？そう。で、まあ、体育がペッカと、まあ、いうところ、体育がペッカ？ちょっと待って、体育がペッカは、発言がやばい。さすがにやばいんですけど、体育がね、ちょっと少ないですよね、というところで、まあまあ、防衛ファイブを使ってくれたら、いや、ケツペッカでいいかな。なんか相手の体育が今回、ホバとザッピーと、まあ言ったら、あれ？あやつなんですけど、ファイブか、ファイブなんですけど、まあなので、なんかこう、バルーンがね、気持ち通ると思うんですよ、すごい。なんで、積極的にバルーンで攻めていきたいんですよね。
やべえな、もうペッカが回るんですよね僕。さあ1周目バルーンで、これ2周目はね僕は回したいですね。で、まあ、親衛隊がいるので僕はなんかあんまりそのなんだペッカを出す必要はなくて、ペッカ以外で形を作っていきたいんですけど、まあ、今回みたいな相手が親衛隊もう再来ましたよと、親衛隊も使いましたよという時にはあのワンチャンこうねペッカを出してもいいんじゃないかなと思います。で僕はもうね積極的にというかもう頑張って守りたいんですけど、守れるかな、これ攻め取るねとかしちゃいたいですね。なんかワンチャンザッピーにタワー持っていかれそう。あ、オッケーオッケー、いややばいんですよこのデッキ。いやめちゃくちゃ強くないですか、あの僕もびっくりなんですけど。そうこのペッカが高回転で回ることによって、まあ、リークにも強いんですよ。で、まあ、攻めトルネードも高回転で使えるから、まあ、ペッカ攻め、まあ、ペッカベビドラの攻めがめちゃくちゃ強くなってて、まあ、単純にベビドラが高回転で回るので、まあ何でも対応できるっていう。ベビドラなんかクラロワっていうゲームにおいてめちゃくちゃ強いじゃないですかこいつ。なんか知らないけど、なんか知らないけどめちゃくちゃ強いイメージがあるんですよね。で、まあ、あとはバルーンが高回転でもあるので、まあ、防衛が堅い相手にもこう2周目3周目のね奇跡が起こせるよと、まあ、いうところでは、さては無敵デッキを作ってしまった可能性はありますね。まあ多分きついのがラバでしょうね、多分皆さん思ってたと思うんですけど。まあ多分コメントでね一件ぐらいはラバルに絶対勝てなくて草、ラバルにどうやって勝つんですかって多分コメントがあるんですけど、そんなのもう気合ですよね。僕だってあのラバルに安定して勝てるなんて思ってないんでね、僕も頑張りたいですね。まあ勝ち方としたら、まあベビドラ出して、わーマッチョじいちゃんじゃん、ベビドラ出して、一コス4枚出してもう一回ベビドラ出して守る。でもまあ守れないこともなそうですけど、本当にそんぐらいしか守れないと思います。でさ、今回相手はエリジャイなんですけど、僕こうなったら多分守れないんですよね。これちょっと吸っちゃおうかな、アイウィズと、オッケーオッケー、吸っちゃえば一旦ね、あーそういう系か、それはいやらしいな。いやでも一個折れそう。で、エリジェイがタワーに届いて、右のタワーから、あ、ベビが範囲外に出してあげればよかったな。あ、待って、やばい。あれ？なんか負けそうなんだけど。ちょっと待って待って待って、バカ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 。バカバカバカ。痛い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 。あれ？ちょっと待って待って待って。右のタワー落ちてねえんだけど。いや、ミスったな、これ。エリジェイだったか。いや、でも、2000もあれば余裕で耐えれる気もするのと、あとは2倍タイム入ったので、こうペッカ出すじゃないですか。逆サイエリジャイ多分来るんですよ。そうそうそう。相手は、あ、お前反省してえな、バカだな、これ、キング折れちゃうよって相手は思ってるんですけど、まあ僕としては、かかってこいよと。1コス4枚あるから、回るんだよね、というところを、ちょっとね、相手さんに思い知らせてあげたいんですけど。よいしょ。さあ、まあ守れるかどうかはわかんないですね、僕も。あと攻めないといけないんで、僕はね。そろそろ。そろそろ守るだけだと普通にね。てか、あれ？俺、守れないっすね。気づいたっすね。だから攻めれないっすね。これライトがあるんですよ、お相手さん。だから、あれ？僕のゴッツプランがいかれた。あれ？ちょっと待って待って。俺のキング、あとキング1300までも行ったんだけどな。あれ？まあ、そういうことですね。序盤ごめんなさいっすね。いや、ごぼうり。ごぼりにね、ペッカ咲いたのが、まあ、良くなかったですね。ごめんなさい。いや、本当にそれだけでしたね。はい。というわけで、いや、最後負けたな。最後負けたんで、もう一回いきます。前半に1個折られて、芋折られたら負けるっていうパターンがあるので、前半に1本折られなければ 100% 勝てるデッキと、まあ、いうことで、前半さらに耐えましょうか。あ、でも、なんか折りとか、まあなんだろうね、バルキリーとか、そういうユニットには普通にこうペッカ合わせていいと思いますね。多分僕はあれなんですよね、さっき。折り置かれてちょっと経ってからペッカ合わせて、後取られててとかだったのかな、よく覚えてないですけど、なんかうまいこと出られちゃいましたね。まあ、本当にでもペッカ出しても1コス4枚出せばもう1回ペッカ出せるんで、僕さ、そこを攻めちゃったのかな、さっき。もう1回ね、守ってれば。よかったですね。このデッキのこう強みをね、うまいことこう生かせれてなかったと反省しております。とりあえず
これでね相手もびっくり、あお前勝ったわ今回って思ってます。多分だって対戦始まって1クス4枚出てくるんですよ。もうさすがに勝ったなってなっちゃいます普通はね。まあでもね、で今相手は多分天国にいるんですよ。うわ勝ったわ今回1コス4枚とかラッキーってなってる、幸せに浸ってるであろうところを僕は今からあの地獄に突き落としたいと思います。そんなねひどい言葉は僕使わないんですけど普段さあ、いやだからこれが僕はすぐダメなんですよ。楽しちゃうんですよね。相手がトリトン出して僕別にベイビーでいいのにすぐペッカ出して楽しちゃうから、今ので、まあ、逆サイロイゼとかされてあー大ピンチみたいな、そういうことがねあるんで皆さん気をつけてくださいという感じですね。さあまあとりあえずバランつけとけばいいでしょ。楽だし強いしなんとかなりそうだしっていう。でトリトンエレキベビーメガゴですね。ロイかな、あこれあれだ、ベビドラの範囲とこのバルーンの爆破で相手の体育をね処理していくっていう微妙にいい攻め。あれなんか微妙に残ってんな君微妙に残ってるんで、感電死させてあげます。お疲れ！オーケー！いや、これな、スケロだなぁ。まあ、ワンチャン、勝てそうですね。あら？ロイだった。ロイは、可能性しかないっすよ、これ。まあ、多分、始まりで絶対トリトンが来るんですよ。そうなんで、トリトン読みの1コスを4枚、無限に出しとくっていうのが大事になってくるかなと思います。さあ、読みでも何でもないんですけど、僕は1コスいっぱいあるんで、ただ出してるだけなんですけど。あとは、まあ、ビビドラですかね。だから5だと思うんで、まあ、そこそこにユニットを固めていいと。よしよし。で、あとは、ペッカは、サグマ出していいと。相手がここで、逆サイ来ても、ちょっと許容して、1コス4枚出して、もう1回ペッカ出せば多分守れますね。よしよし。いや、ここですね。ここで、そこそこに許容してから、もう1回ペッカ出してあげるんですね。で、ここで、まあ、負けるパターンがあって、攻め取りと。なので、蓋をしてあげて、よしよしよし。おお、もうこれで気づけば、相手が大ピンチっていうね。僕がピンチそうに見えたのに、もう一気に、ね、勝ちムーブで、このババコが多分1個高いんですよ。1個高いと、あれなんですよね。バルーンが釣られちゃうので、わざと逆サイドに1回飛ばしますね。まあ、セミ5来るかな。あ、防衛5を。そうっすね。で、来たら、まあもう1回かな。もう1回耐えます。一回もうケツペックしちゃって、多分エリアドをね、少し取っている気がするんですよね。ああ、普通に攻めてきましたね、相手。いやー、これダメージちょっと抑えたいいっすね。抑えたいので、で、あとはワンチャントリトンだけど、いや、トリトン来ても美味しいか、今は。いや、ワンチャンあるな。え、待って、これ、バルーンつけて、もう一回攻め取るね、回しますね。多分エリキが来るんですよ。エリキ。そうエレキをペッカで、ペッカにやってもらって、いや、いい、いい。しかも、LSP の感電でしょ。オッケーオッケー。しかも、僕は防衛は強いと勝手に思ってるんで、デッキがね。そう、これで、なんなら、来た。相手はペッカ受けが意外とババコアしかなくて、さっきからずっと苦しそうなので、つけてあげて、なんか1コスね、適当に使えば、いつかタルババ使うでしょっていう。早くタルババ使ってほしいんですけど、いや、使ってほしかったな。いや、めちゃくちゃいい防衛される。めちゃくちゃいい防衛されてる。ちょっとやばい。ちょっとやばいな。で、トリトン来る。さあ、トリトン来る。まあまあ、まあまあ耐える。うわー、やべえ、めっちゃいい試合してる、俺。さと。いや、感電でね。感電で頑張って。いや、これ、8枚ペッカですよね。これだって、もう行くしかないですよ。ペッカ出してって言われてるようなもん。で、これ、ルート強制したら、ババコ釣られないっすね。メガコでルート強制されるって話はまた別なんですけど。いや、回復でけー。いや、これなんならちょっと攻め取るね。このエレスピとかで。うわめっちゃいい。ちょっと待って。ちょっと待って。めっちゃいい。この攻め取るねからの、まあなんかね、1コス後ろに多分添えてるだけなんですけど、あれがね、なんかまあ、スピ系の範囲がね、まあ、トリネとね、まあ、合いますよっていうのね、皆さんにね、分かってもらえたら、もう幸せでございますと。まあ、いうわけでね、今日このペッカバルーン1コス4もやったんですけど、よければね、ぜひ使ってみてくださいというわけで、またなんかリクエストあれば、そのデッキの1コス4枚だったり、まあなんかね、今後もね、このシリーズ続けていければいいかなと思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。